はい、どうも皆さん、こんにちは。ゼッコです。それでは今回なんですけども、楽天ペイお得な1週間楽天カードのコード QR 払いで最大20%還元キャンペーンということで、今回は楽天ペイについてですね。この動画では楽天ペイで1週間だけにはなるんですけども、ちょっとしたお得なキャンペーンが開催されるということでお伝えします。楽天カードを持っている方なら誰でも参加することができますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは、いってみましょう ということで今日お伝えするキャンペーンこちらですね。いつでもお得がさらにお得な1週間。楽天カードでのコード QR 払いで最大20%還元というキャンペーンですね。楽天ペイのこれぐらいのキャンペーンちょっと久しぶりな感じはしますね。 で、今回のこのキャンペーンなんですけども、米印でも書いてる通り、本キャンペーン新定分は、期間中の楽天カードでの楽天キャッシュチャージ、または楽天カードでのコード QR セルフのおしゃれが対象ですということですので、まあ、基本的にはこのキャンペーンは楽天カードが必須となります。ですけども、もし持ってない方はですね、お得に発行できる方法も後ほどお伝えします。で、こちらのキャンペーンなんですけども、エントリーが必須となってまして、本日4月の12日からできるようになってまして、4月の30日金曜日までのエントリー期間 となっておりますで、次にこのキャンペーンの利用対象期間ということなんですけども、いわゆるこの1週間の間に使ってくださいという期間なんですが、これがですね、動画をアップする4月12日ではなくて、 ちょっと先にはなるんですよ。4月の23日金曜日から4月の30日の金曜日までという1週間となっております。なので、この動画をアップする日から約10日後となりますんで、このスタートの日程はですね、間違えないようにお願いします。とりあえず今日この動画を見てやることはエントリーだけで大丈夫です。で、このキャンペーンの詳細を見ていきましょう。 ちょっとね、この画面から下がっていただくと、今回ポイントはここですね。楽天カードを設定した上で、楽天ペイアプリで支払う方法ということで、二パターンに今回分かれてるんですよね。新規登録の方と、すでに登録いただいてる方、これによって、それぞれ還元率が変わってきます。新規登録の方の場合は、楽天ペイのカード払いをすると19.5%還元。で、チャージ払いっていう方法もあるんですけども、それを行うことで20%還元。で、すでに登録いただいてる方、これ僕はここに該当するんですけども、いわゆる楽天 ペンペイのアプリに楽天カードをすでに登録されている方ですねその場合のカード払いの方法は9.5%還元そしてチャージ払いで行う場合は10%還元というキャンペーンとなります で、このキャンペーンの参加方法なんですけども、このキャンペーンのページにしっかりと出ております。ステップ1。まずはエントリーを行うと。僕もね、すでにエントリーを行っているので、キャンペーンにエントリー済みっていう風に出てますね。で、今回の支払うパターンっていうのが2パターンに分かれていきます。このカード払いとチャージ払いっていう方法なんですけども、このカード払いを行う方法なんですが、これは結構簡単なんですよ。いわゆる、この楽天ペの支払い元に楽天カードをセットして、あとはこの QR コードで決済をするというものになります。で、設定方法もね、これをクリックしたら出てくるんです。 ですけどもそれがこちらですねこの画面がね、いつもの楽天ペイの画面。で、そこからこの支払い元っていうところをタップすると、まず登録されてない方がいらっしゃったら、ここに新しいカードを登録するという項目があるので、ここをタップします。そうすると、楽天の会員ログインの画面が出てくるので、ここでログインをしていただいて、あとはご覧のようにですね、楽天カードがセットできれば、設定するをタップすれば、先ほど見ていただいたのは支払い元が楽天カードにセットができると。これで QR コードで支払うと、このカード払いが成立するということになります。まあ、ですけども、この カード払いに関したらちょっと還元率が下が下るので、ででできれば今回のこののここキャャンンペーンはこのこのチャーははチジ払いいい挑む方が一番ベストかなという,ふうに僕は思いますでその、チャージ払いなんですけども、これもね、しっかりとこのページに出ております。で、チャージ方法はこちらということで、これをクリックすると、このページが出てくるんですけども、いわゆるその楽天キャッシュというところにですね、チャージをするんですよね。それが、この楽天ペンのアプリのこの真ん中のですね、楽天キャッシュっていう項目があるので、そこでチャージっていうところですね、タップすると、まあ、チャージする画面っていうのが出てきます。でその 時にそのチャージ方法で楽天カードを使ってこの楽天キャッシュにチャージをするとそうすることによってうまくチャージができてさらに支払う際にその支払い元のところをですね楽天キャッシュにしてあげる必要があるのでここをですね忘れないようにしましょうそうすることによっ で、このチャージ払いっていうものが成立するので、なので今回のこのキャンペーンは、先ほどもお伝えしたように、とりあえず、まあカード払いの方が簡単なんですけども、チャージ払いの方が還元率が高くなりますよということになります。で、それができた状態で、あとは街のお店でそれぞれね、QR コードを読み取るか、もしくは読み取ってもらうかっていう方法で、決済するという流れになります。 でですね、このページにも出てるんですけども、どのくらいお得になるのっていうことで、ま、あこんなようなね、表が出てるんですけども、もし仮にですね、楽天ペイに楽天カードを新規登録した方の場合なんですが、 これが先ほどね、お伝えした表ですね。そこで、新定上限が今回500ポイントまでとなっております。なので、もし、このチャージ払いを行った場合に関しては、2500円分を利用することで上限に到達するので、もしね、まだ登録されてない方がいらっしゃいましたら、これぐらいの金額を使えば上限に到達するっていう目安をね、覚えていただければと思います。ちょっとカード払いは省いております。でですね、今回僕はこちらに該当するんですけども、楽天ペイに楽天カードを既に登録されている方、 なんですけども、その場合は、こちらの表となります。で、同じように、新定上限のポイントが500ポイントまで、そして、チャージ払いのシミュレーションした場合は、5000円分を利用することによって、上限の500ポイントに到達するということになりますんで、もしですね、僕と同じように、楽天ペイをすでに使ってて、なおかつ、楽天カードと紐付けてる方がいらっしゃったら、この方法でね、お買い物するぐらいが一番ちょうどいいかなというふうに思います。で、ちょっとですね、このキャンペーンの補足なんですけども、ま、対象の店舗としたら、楽天ペイのアプリでコード表示、QR 読み取り、セル、 夫婦でのお支払いが利用できる店舗ということですので、基本的にはまあある程度のお店が対象かなという風になってます。ですけども一部はですね。利用のポイント進呈対象外というお店もあるらしいので、その際はこのこちらというところをクリックしたらまあ、ポイント対象外のお店が出てきます。まあ、郵便局であったりとか、その他もろもろのこういったお店が対象外っぽいので、まあ、そこら辺ね。ちょっと注意をして使っていただく必要があるかなという風に思います。でですね。ポイントの新定日に関してなんですけども。2021年の6月末頃までに。 なんとですね、今回通常ポイントとして認定されるっていうところがね、今回面白いんですよね。そうなんですよ。この通常ポイントっていうのがね、何が面白いかっていうと、まあ期間限定ポイントとかに関してであれば、まあ僕はね、結構楽天ペイで消化することが多いんですけども、この通常ポイントの僕の使い方はね、あの楽天カードの請求額に充当するっていうことが多いんですよ。まあおそらくね、今日動画をアップしてる4月の12日であれば、楽天カードを使ってる方であればね、通常ポイントを充当できる日付かなと思いますんで、まあ僕はそんな感じに使っております。 あとはね、楽天証券とかでも使うこともできますし、まあそういった方法で消化しやすい楽天ポイントの一つとなっております。で、先ほどお伝えしたようにね、一人様上限が500ポイントまでとなっておりますので、ここは気をつけてください。で、このキャンペーンの注意事項として、一部支払いの対象外となるものもあります。例えば楽天ペアアプリ内の楽天ポイントカードによる支払い分であったりとか、楽天エディへのチャージ分、楽天エディによる支払い分とか、 あとは楽天ペイアプリ内のスイカのチャージであったりとかスイカによる支払いとかですね。そしてネットでの楽天ペイの支払い。まあこういったものが対象外となりますので気をつけてください。そして楽天ポイントカードおよび楽天ポイントカードアプリによるポイント利用は本キャンペーンの対象外という風に出てるんですけども、僕ちょっとこれ気になったのは楽天ペイアプリでポイントを使うっていう項目が確かあったと思うんですけども、 あれは、キャンペーンの対象になるのか、対象外となるのか、ちょっと気になるところではありますね。 ま、もしね、このキャンペーン参加する際なんですけども、一応スタートが4月の23日からスタートとなっているので、まあ、今現在開催中のこの楽天ペイのキャンペーンですね、生活応援キャンペーン、対象のドラッグストアでっていうキャンペーンで、全額ポイント還元キャンペーンなんですけども、これにとは併用すればね、まあ、ある程度消化はしやすいのかなと思います。だいたいね、ドラッグストアぐらいであれば、まあ、1週間で5000円はちょっと高いかもしれないんですけども、まあ、これと併用すれば、まあ、効率よく消化できるのかなと思います。 ま、このキャンペーン自体は楽天のポイントカードを提示して、その後で楽天の QR コードで決済をするっていうことになりますんで、先ほどの10%還元のキャンペーンも参加できる。プラス、ま、対象のドラッグストアで決済すれば、抽選にも参加できるっていうことですね。ちなみにこのキャンペーン自体1等であれば全額のポイント還元とか、あと2等であれば100ポイントとかですね。で、対象のドラッグストアはご覧の通りとなっております。ま、僕が見たことあるお店であれば、スルハドラッグとかココナファインとか、ま、こういったところがね、対象なので、ま、ぜひね、これと合わせて参加してみるぐらいがちょうどいい いいかなという,ふうに思いますちなみにこちらがね、僕が使っている楽天カード、楽天ゴールドカードなんですが、まあ今手続きをしているので、もうすぐね、通常の楽天カードに戻る頃なんですが、もしまだね、楽天カード持ってない方がいらっしゃったら、 作成する場合はもうね、読めてるかと思うんですけども、ぜひね、もうポイントサイト経由をすることが一番お得ですよということをね、常々お伝えをしております。一応ね、今現在であればどこがお得なのかっていうふうに調べる方法なんですけども、これがどことくっていうサイトなんですが、ここの検索のバーのところで、楽天カードというふうに入力をして、どことくっていうふうにクリックをします。そしたら、今現在、4月12日月曜日、どこのポイントサイトがお得かっていうことで、高い順に出ております。まあ僕がね、よく使ってるサイトであれば、このハピタスっていうと 使ってますでハピタスのね、実際のサイト内の探し方として、先ほどと同じように楽天カードという風に入力をして、検索をかけます。そしたらね、早速一番上に出てくるんで、この楽天カードをクリックしたら、 楽天カードを発行することで1枚と同じということになりますね。もちろん現金にもできますし、他のポイントとかにも交換することができます。で、少しね、画面を下がっていただいて、ポイント対象条件っていうのがしっかりとありますんで、まあ、ここら辺をね、しっかりと読んだ上で、あとはポイント貯めるっていうところをクリックしたら、楽天カードの発行の画面に切り替わるっていう流れになります。 ちなみにですね、ハピタスのポイントは1万ポイントもらえるだけじゃなくて、今であれば楽天カード新規入会利用することで、楽天ポイントの8000ポイントがもらえたりするので、実質1万8000ポイントぐらいもらえたりするんで、まあそれはそれで結構お得かなというふうに思います。まあそんなことなので今回は楽天ペイ、久しぶりのね、キャンペーンについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあ、キャンペーンの期間はね、1週間ぐらいなので、かなり短いっちゃ短いんですけども、 今月はね、本当にキャンペーンがね、落ち着いてるとこではあるので、その中の10%とか20%還元キャンペーンって地味にちょっと嬉しいとこではありますね。で、一つ気をつけてほしいのはこの楽天ペイ最大20%還元キャンペーンは4月の23日から開始なので、とりあえずエントリーだけは今行ってください。で、チャージもですね、ちょっと我慢していただいて、4月の23からチャージをしていただいてキャンペーンに参加するっていうことだけ忘れないようにしてください。もう先にね、カレンダーとかに入れておくぐらいが一番 いいいいかなという,ふうに思いますで、先ほどお伝えしたね、ポイントサイトのハピタスの登録、まだの方いらっしゃいましたら、こちらも概要欄にリンク貼っておきますんで、詳細気になる方ぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。楽天カードマン